演劇、舞台はやっぱり総合芸術ってよく言われると思うんですけど、やっぱりいろんな人がいろんなことをして、多くの人の力が集まって一個の作品ができるっていうのが結構魅力だなと思って。結構に絵を描かなきゃいけないんですけど、あんまり絵が得意じゃなくて。なんですけど、やっぱり自分が頭の中で考えてたデザインが実際に実現されて、その中で役者さんが演技をしてお客さんに見ていただいてっていう時の、なんというか感動みたいなものはやっぱり大きいので、と自分の得意なことを生かして他の人と助け合いながら一個大きい作品を作るっていうところが、一番自分が演劇が面白いと思ってるところかなと思います。やっぱり、ずっと大変なんですよね。いろいろ まあ他の人とコミュニケーションを取っていろいろ考えて、で実際に劇場で建てるところとかで、建ててからもなんかやっぱりあそこを愛した方がいいなとか言われて大変なんですけど、やっぱりそこを経てやっと初日が明けて、やっぱり実際に舞台で初日があって、そこで拍手をいただく瞬間が一番嬉しい。人を楽しませたり笑顔にすることができるものかなと思っています。明日も生きようと思わせてくれるものみたいな感じかなと思って、自分もそうやって誰かを笑顔にしたり、誰かの明日をちょっとつなげていけるようなことができたらいいなと思います。